ベシキ、本名、ビッサリオンサカリアスゼ、ガバシュビリとは、グルジアの詩人、政治家、外交官である。本人の肖像がベシキは1750年に、カルトリ王国の首都であったトビリシにで、パレスチナの古代都市、ギブオンにルーツを持つと言われている名家の家系で、生まれ育った。ベシキは、自身の詩の中で、ガバシュビリの別表現であるガバオニという姓を、頻繁に用いた。 父であるザカリアは、グルジア正教会の司祭であり、テームラズ二世の赤子聖者であったものの、1764年に、破門、追放された。しかし、この時ベシキは、エレクレ二世に王室に泊まることを許可された上で、教育を受け、ミンストレルとしての人生を歩み始めた。初期の詩のスタイルは、ペルシアの詩と、年上の同期であり、多言語話者のアルメニア人詩人であった。 サヤとイコールの場から影響を受けた。ベシキは若い頃から、主に自身の死における風刺、特に当時のカトリコスであったアントン一世への侮辱表現により、王室内に多くの敵を作った。1777年にアントン一世に不信心であると非難された。アントニン一世は、ベシキを反キリスト派とし、王に告発した。その結果、ベシキは、 トビリシから追放され、当時グルジア西部にあったイメレティ王国へと移動しなければならなかった。イメレティ王国にて、ソロモン一世に歓迎され、最小に任命された。ソロモン一世の死後、ベシキは、王位継承戦争に関与し、次期国王となったソロモン二世の下で、外交官を務めた。ベシキは、自身がここでも、王室の騒動に巻き込まれていることに気づいた。ベシキは、 ロト戦争中にイメルティ王国をロシアに保護してもらうことを目的とした危険な任務のためにロシア帝国へ向かうようソロモン2世に命じられた。ベシキがソロモン2世の二人の妻に向けてトルバドゥールとしての愛情を向けたことが任務を命じられた理由ではないかと推測されている。その後3年間オスマン帝国に対する戦いにてロシアの陸軍元帥であったクリゴリー・ポチョムキンに 同行し、1791年1月25日に、モルダビア公国のヤシにて突然死した。ベシキは、同地にて埋葬された。2019年に死没地であるヤシに、ベシキの胸像が設置された。ベシキは激動の人生を歩みつつ、生涯をかけて、国外を回ったため、多くの原稿が消失している。ベシキは出版することなく、生涯を閉じたものの、 死後何十年にもわたって、数百にも及ぶ原稿の写本が流通した。そのため、ベシキの作品の題名と注釈は、写本の制作者によるものである可能性も示唆されている。ベシキの作品の中でも最高傑作である、いや、特に、いや、は、情熱的で、時には、憂鬱な色彩や優雅な誇張によるはっきりとした、色っぽい愛情を表現しているのが特徴である。は、 アスピンザの戦いにおいてにて、1770年に起きたアスピンザの戦いでのカルトリカヘティ王国軍の勇敢さを称え、死の才能を持ち、王国軍の前衛司令官であったデイビッド・オルベリアニを賛美した。同時に、この死においてベシキは、戦いの直前に同盟を破棄した、ロシア帝国の司令官であったトートレイベンを写実的に非難した。また、ベシキは、 風刺的な詩も極めており、例として、いや、が挙げられる。これらの詩は作詞、作曲における新しい手法を利用して作られ、新しい比喩によって、グルジア王朝の詩を刷新し、豊かにする新しい言葉を生み出した。ありがとうございます。